岸田総理大臣は、政府が今の国会に提出している総理や閣僚などの給与を引き上げる法案について、追及を受けました。国民を差し置いて、総理が給与アップで、月給だけで年間7万2千円です、なんと経済対策で給付される金額よりも多いわけです。内閣総理大臣3割、国務大臣2割を国庫へ返納する、これを申し合わせをしてきていると。 政府は総理や閣僚ををを含む特別職公務員の給与を引き上げる法案を提出しています。成立すれば岸田総理はボーナスなども合わせると年間46万円が引き上げられると認めた上で3割に当たる年1218万円を国庫に返納すると説明し国民の不信を招かないように努力を続けていきたいと述べました。